どうも皆さんこんにちは、着バスです。今私は京都におりまして、今ね丸太町駅でいいのかな、こちらにね今おりまして、本日はですね京都のホテル座三井京都ホテルにですね今回滞在させていただこうと思っておりまして、京都にですね来ております。でですね、もう4時を過ぎておりまして、今からね急いで行こうかなっていうところなんですけども、このね最寄り駅から1分15分ぐらい歩くっぽいので、ちょっとねもう急いでますんで、今回もタクシーで行きたいというふうに思います。それではねタクシー拾っていきたいと思います。タクシー乗りました。それではですねホテルの方到着しました。こんな感じになっておりまして、こんな感じです。いやかなりラグジュアリー感がありますね。ちょっとねアプリとかのね正面玄関がここなんですけど、これがね正面がこっちからこう取られてる感じなんで、普通にね目の前はねこんな感じで住宅街にある感じなんですよね。これはちょっとびっくりしましたね。それではねチェックインしていきたいというふうに思います。いやすごいですね、係員の方もかなりいらっしゃいますね。 4,5 人ぐらい外に先ほど出てましたね。それではチェックインしていきたいと思います。一応ね今待ちということで、なんかねウェルカムドリンクでちょっと聞き逃してしまったんですけど、煎茶なんかの煎茶って言ってましたね。そちらがいただけるということで、今ねロビーの方で待っているって言った感じですね。まあ、ここでチェックイン待って、まあ多分ねチェックイン多分待ってんだと思うんですけどね、もう4時過ぎてチェックインはできるはずなんですけども、まあ3連休ということもありますからね、ちょっと待ってチェックインしていきたいと思います。それですね客室の方に入ってきたんですけども、フロントでね待って、そのままホテルの方とね客室まで来て、客室でチェックインするっていう形でしたね。初めてだったわけなんですけども、まあ、ゆっくりねチェックインできるかなと思いますんで、いいのではないのかなというふうに思います。でですね客室の中ねもう入っているわけなんですけども、ちょっとね入り口から見ていきたいというふうに思います。今回は243という客室ですね。では入ります。それではね客室の方に入ってきました。でですね下見ていただきたいんですけど、ここねスリッパに履き替えるっていうね、まあいわゆる玄関みたいなね場所があるっていった形になってるんですよね。ちょっとね客室自体がですねかなり暗いっていった形になりますんで、ちょっと見づらいかもしれないんですけども、こんな感じになってね、ここでスリッパを履き替えて中に入るっていった形になります。それではね中入ってきました。どうでしょうか。こんな感じになっております。かなりねベッド大きいですね。どっから見ていきましょうかね。今ね夕方の5時ぐらいになってると思うんですよね。ですんでもう夕暮れみたいな感じになってるんで、まず景色見てみましょうか。どうでしょうか、こんな感じになっております。今回ですね、プレミアムルームガーデンビュールームっていった形で、中庭がねこうやって見れる感じなんですよね。ちょっと反射しちゃってるんでね見づらいかなというふうに思うわけなんですけども、夜もねライトアップされると思いますんで、それもねできればお見せしたいなというふうに思っております。でですねこちらです。こちらはウェルカムフルーツということで、こちらですね、こちら金柑ですかね、金柑と巨峰ですかね、
あとこちらお菓子ですね。ちょっとこちら何かっていう説明がなかったんで分かんないんですけども、お菓子ですかね。こちらもお菓子ですかね。ちょっと開けてみましょうか。あ、こういう感じのね、ちょっと私何か分からないですけど、こちらは何でしょうかね。和菓子だと思いますけども、このようなねウェルカムフルーツがいただけるっていった形になってます。で、次にこちら見ていきましょうかね。こちらね、大きめのソファーっていうんですかね、ソファーと机がね一緒になっているっていった形になっております。こちらがルームキーになってるっていった形になってまして、こちら側にはですね、コンセントですね、 USB と AC とありますね。で、これは何でしょうか。あ、これは鉛筆等々が入ってる感じですね。で、そのままこっちの方にね行きたいと思います。で、こっちにね、かなり大きいテレビですね。こちらはパナソニック製のテレビがあります。それではそのままこちら側行きましょうかね。こちらオブジェがですね置いてありますね。これオブジェですよねおそらくオブジェだと思いますね。ちょっと触れないですよね。こちらにですね、お水と日本茶、あとネスプレッソが置いてありますね。お水も満タンで入ってますね。これは珍しいですね。で、下の方には作業台っていうか机って言ってましたね。で、こちらグラス等々はねあるっていった形になります。もちろんね、ここら辺は有料っていう風になっておりまして、ここだけね無料ですっていう話が説明受けました。そのまま下行っちゃいましょうかね。よいしょ。で、こちらも有料のお飲み物っていった形になっております。で、こちらにケトルと、こちらはあれですね、氷入れるやつですね、入っております。それでは次ベッド見ていきましょうかね。こんな感じになっておりまして、かなり大きいですよね。で、ベッドサイドですね、よいしょ、時計と電話と、メモ帳ですね。ここにあれですね、見えるかな、こんな感じで、ついてますね。 USB AC、 これは多分電気ですよね。あ、そういうことですね。こちらは電気になってて、横に押すとですね、電気がねついたり消えたりっていった感じですね。まあ、全てねそういう風になってるんだと思いますね、こちらね。で、ベッドです。横から見るとこんな感じですね。入らない、あ、入りましたね。こんな感じになってます。いや、かなり大きいんじゃないですか、このベッド。で、反対側です。で、反対側にはですね、ここに電気がついてて、これが電気消したりは、これはこれに関してはここでね電気を消すっていった形になります。で、反対側にもね同じのねついておりまして、下の方ですね、こちらに小物入れですかね、置いてありますね。で、こちらにね、BOSE のスピーカーが置いてあるんですよね。これはすごいですね。で、ここに注意書きがあります。リレーの交換不要の場合は、このカードをベッドの上に載せてくださいということで、まあ、連泊されている方ですね。こちらね、よく読むようにしてください。まあ、今回私は一泊なのでね、こちらは不要っていった形になるわけなんですけども、こんな感じでね、書いてあります。でですね、こちらにオブジェがあったりとかですね、ベッドの上もねこんな感じで描かれてるんですよね。これもかなりおしゃれっていうか、まあ素敵ですよね、これね。では、次にこちらですね、お風呂場ですね。あと、ここにねエアコンのね設定のねボタンがあります。それでは次、お風呂ね行ってみましょう。水回りはこんな感じになっております。いや、2つあるんですね、すごい。私一人で滞在なんですけども、こんな感じになってます。ちょっとね端から見ていきましょうかね。ここにタオルがあって、こちらに石鹸ですね、置いてあります。あと、コップが置いてあってっていう感じですね。で、アメニティに関しては、これに入ってるのかな。あ、そうですね、かなりおしゃれですね、これすごい。
こんな感じになってみて、ホテルザ三井京都っていうね、紙が入ってますね。うん、でボディーローション、カミソリ、ヘアブラシ、歯ブラシですね。あとマウスウォッシュかな。あとヘアゴムとかね、シャワーキャップとかね、コットンとかもあるっていった形になっております。でその下ですね、バスタオルであったり、ドライヤーですね。あとランドリーバッグも、ランドリーバッグとドライヤーもね、こちらに入っております。では次にね、バスルーム行きたいと思います。このガウンすごいね。あ、ふかふかですね。では中入っていきましょう。よいしょ。はいはい、中入ってきました。こんな感じで、可動式のねシャワーがあるっていった形になっております。でですね、ちょっと天井にですね、切り替えのようなねシャワーもあるって言った形になるんですけども、ちょっとね後でもう一回撮りますね。で、こちらのブランド、こちらはホテルザ三井京都って書いてありますね。これはオリジナルブランドなんですかね。書いてありますね、こちらのブランドというふうになってます。いや、これはすごいですね。名前が入っているっていう感じになってます。でバスタブはこんな感じです。いや、すごいですね、これ。石ですね。うん、すごい。枕も奥についてますね。いや、かなりのびのび入れるんじゃないでしょうか。でですね、こちらに、あ、こちらバスソルトとヘチマのスポンジですね。これが置いてあるのはさすがに初めて見ましたね。今ヘチマのスポンジ使ってる人っているんですかね。まあ、それを置いといて、すごいですね、これがいただけるって言った形になってますね。で壁にはですね、またオブジェが飾ってあって、アメニティはシャワーブースの方にあるって言った感じですね。反対側から見るとこんな感じになってます。でね、よいしょ、映りましたかね。こちらが切り替え用のねシャワーになってまして、左側が可動式で上が固定式のねシャワーに切り替えられるっていった形になってますね。でこちらがシャワー用のね温度設定っていった形になってますね。でここにねシャワーの温度設定があって、シャワー自体はこっちにあるっていうね、ちょっとあれですね、遠いですねっていう感じです。でですね、このバスルームなんですけど、今これねガラス越しなんですけど、ここね多分ですけどもすりガラスみたいにならなそうですね。まあね、あのベッドルームの境にここね扉がありますんで、まあここは多分ね常に、透き通ってる感じなんですかね。ではね、こっちの方行ってみたいと思います。ここにね大きい拡大鏡があります。でこちらがお手洗いですね。一応お手洗い見ときましょうか。お手洗い大きいですね。よいしょ。はい、こんな感じになってます。かなりお手洗い広いですね。でこちらに、バスローブがまたあるっていった形になっております。でですね、下の方に何か入ってるのかな。あ、下の方にねパジャマ入ってるんですね。パジャマありますね。でですね、真ん中には紙袋が入ってますねっていう感じになってますね。いや、パジャマがあるのがいいですね。こんな感じになってます。こちらちょっとね利用して滞在したいですね。よいしょ。でですね、ここからまた玄関の方につながるっていった形になってます。ここに、ね、靴入れるところだったりね、台があったりですね、ちょっとね暗くて見づらいかなと思うんですけども、ここにね貸し出し用の傘ですかね、傘もあるっていった形になっております。反対から見るとねこんな感じですね。うん、こんな感じです。でですね、玄関っていうんですかね、玄関入ったすぐのところの台の下にですね金庫があるっていった形になっております。でこの引き出しにね、隣はまあ空で、こっちも空かな、あ、こっちも空ですね。こんな感じでね、台のところに、あるって言った形になってます。それではこちらにですね、一泊お世話になろうと思っております。本日は11月のね、
3連休の初日というふうになっておりますので、こちらねすごい高かったんですよね。1泊ね27万円でしたね。ちょっとありえない金額だと思うんですけども、まあ、ちょっとねたまたま見てたら空いてたのでポイントでね宿泊予約入れさせていただいたっていった形になっております。でマリオットボンボイポイントね今回6万ポイントで1泊ねさせていただくっていった形になっております。でですね、今回マリオットボンボイのプラチナステータス特典としてはですね、1000ポイントもしくは朝食を選択っていった形になっております。またですねレートチェックアウトが利用できるっていった形になるわけなんですけども、3連休ということで、でですねまた私ね明日ホテル移動しますので、レートチェックアウトね利用するかどうかねちょっと考えてたところだったんですけども、ホテル側の方からですねちょっと混雑しておりますので12時までにお願いしますってことでしたんで、まあちょうどいいかなっていう感じでレートチェックアウトね12時まで利用させていただこうかなっていうふうに思っております。でですね朝食ねついているわけなんですけども、まあ、もちろん朝食自体はね会場でいただくこともねできるんですけども、ちょっとね聞いてみたんですよね。ルームサービスでもね利用できますかっていうふうに聞いたらですね、こちらのホテルねお客様から要望があったらですね客室でね朝食いただけるっていうことですんで、それもねマリオットボンボイのプラチナ特典で利用できるっていうことですんで、かなりありがたいですよね。私に関してはですね、まあできればね客室でねいただいた方がね楽じゃないですか。ですので今回もですねルームサービスの方で朝食ねいただきたいというふうに思います。これはね本当にねありがたい対応ですよね。わざわざね朝食会場まで行かなくていいですし利用しやすいですよね。でですね朝食に関してはこちら冊子がね机の上に置いてあるわけなんですけども、こちらの朝食メニュー、これねどれでも無料でいただけるっていうことですんで、まあ、パッと見た感じねアメリカンブレックファーストだったりいろいろね種類がありましたので、どれを頼んでもですねマリオットボンボイのプラチナステータス特典でですね利用することができるっていった形になりますんで、これがね客室でいただけるっていうのはかなりありがたい対応ですよね。でですねこちらのホテルはですね三井不動産マネージメントが運営するホテルっていった形になっておりまして、こちらねハレクラニ沖縄だったかな、あちらと同じね運営会社が運営しているっていった形になっております。でですねマリオットのブランドはラグジュアリーコレクションっていった形になっておりまして、カテゴリーはね7っていった形になっております。でですね今回は先ほども言いましたけども、マリオットボンボイポイントね6万ポイントで1泊ね宿泊させていただくっていった形になっております。でですねこちらのホテルは温泉スパっていうねスパがついておりまして、そちらはですね水着で入る温泉施設っていう風になっておりまして、客室のお風呂場はですね特にね温泉って言ったわけではないんですけども、そちらの温泉スパがね天然温泉だったかな利用されているっていった形になっておりまして、そこはね水着で入る温泉っていう風になるわけなんですけども、水着ね無料でレンタルさせていただけるっていうことですんで、水着もね持ってこないでそちらね利用することができるっていった形になってるんですよね。これもねいいですよね。まあプール等々ねついてるホテルねありますけども、水着ね持ってくるの忘れるって結構ねあるかなという風に思いますんで、かなりねありがたい対応だなという風に思います。またですねこちらのホテルにはエグゼクティブクラブランジはねないっていった形になっております。いや温泉スパねかなり良さそうですよね。私もね利用したいなというふうに思っておりまして、まあ本日に関してはですね土曜日ということでかなりね混み合っているっていった感じになっているみたいで、チェックインねした時もですね事前にねお電話いただいて入れるかどうかね聞いてみてくださいみたいなね感じでしたので、まあ混雑している時間帯はですねまあそういった感じで電話してね確認するとすんなりね利用できるかなというふうに思います。それではですね今ちょっと部屋をね真っ暗にしてみたんですけども、どうでしょうかね、綺麗に映ってますでしょうかね。いやかなりこのね中庭がね綺麗なんですよね。こちらガーデンビューっていう部屋なんですけども、こんな感じでですね見えるっていった形になっておりますね。でもあれですね、こんだけ窓がね大きくて、なんですかねコの字型みたいにねホテルがなっていますので、ちょっとあれですね客室でくつろぎすぎてねいらっしゃると、ちょっと他の部屋からもねかなり客室の中ね見えるっていった形になっておりますんで、この点はね注意しなきゃいけないですね。私の客室からもねかなりね他の部屋のテレビもな、テレビ映ってる映像までね見えちゃうっていった形になりますんで、この点はね注意していただきたいなというふうに思います。でもねすごい綺麗ですねこれね。
ちょっとね、外もね、歩きたいなというふうに思っておりますんで、後でね、ちょっと時間があれば行ってみたいと思います。それでは今ね、6時ぐらいになりました。これからですね、温泉の方にね、行きたいというふうに思います。今回ね、私が宿泊したのはね、土曜日ということで、かなり混雑しているので、今ね、聞いてみたところ、今空いておりますっていう話でしたので、これからね、行きたいというふうに思います。このね、この客室に置いてあるね、電話で、スパってのがあると思うんですけども、こちらにね、電話していただくと、混雑状況がね、わかるっていった形になっております。で、テレビでもですね、その混雑状況ね、見れるそうなので、もしね、利用する際はですね、覚えておくと便利に使えるかなっていうふうに思います。それではですね、行ってみたいと思います。それではですね、サーマルスプリングスパからですね、戻ってまいりました。水着着用の温泉ですね。こちらね、本当に良かったですね。ここね、すごいいいです。いや、ここね、水着自体もね、無料でね、貸し出ししていただけるっていうのもね、もちろんあるんですけども、まあ楽ですよね、利用する際に。まあそれもね、いいかなと思うんですけども、温泉がですね、まあ水着着用でね、ゆっくり入れるっていうのと、まあジャグジースペースもありますし、またね、ソファーエリアみたいな感じで、本当にプールのね、目の前に座ってね、横になれるような場所もありまして、でですね、シャワールームもね、一応あるんですよね。ちょっとね、ブースが1個しかないので、まあかなりね、競争率高いかなというふうに思うわけなんですけども、まあそこにはね、普通にシャンプーとかリンスとかね、置いてありますんで、まあそちらもね、利用することができますし、温泉自体のね、温度はそんなに高くないんですよね。ですんで、ずっと外にいたらね、ちょっと冷えるかなというふうに思うわけなんですけども、ミストサウナルームみたいなね、それもあるんですよね。ですんで、まあちょっとね、肌寒くなったらそこでね、暖取っていただいてみたいなね。で、また温泉入ってみたいなね。そんな感じで利用することができますんで、いや、かなりね、リラックスすることができました。かなりおすすめです。でですね、更衣室の方にはですね、また別にリラクゼーションルームみたいな感じで、まあ、横になれる場所があって、まあそこにはね、お水とかね、置いてありますんで、ゆっくりね、またすることができるっていった感じになってるんですよね。宿泊される際はですね、ぜひね、このサーマルスプリングススパ、ぜひね、利用してみていただきたいなというふうに思います。それはですね、今ね、夜の8時ぐらいなんですけども、せっかくね、こちらの、映ってるかな、こちらのウェルカムスイーツ、あとフルーツですね、いただきましたので、こちらね、いただきたいというふうに思います。ちょっとですね、今日飛行機でね、この羽田から伊丹飛んで、まあ、そこから高速バスでね、京都の方に来たわけなんですけども、今回ね、スイートラウンジをね、初めて利用させていただいたんですけども、そちらですね、ちょっとおにぎりを食べ過ぎですね ちょっとね、全然お腹空かないので、今日はね、ちょっとね、夕飯もういいかなと思ってまして、せっかくね、いただきましたんで、こちらね、いただきたいというふうに思います。それはですね、せっかくなんでいただきたいと思います。これね、ちょっとね、何かわかんないんですよね。こちらですね、こちら落ちないかな、映ってるかな、こちら。まあ、こちらはね、ちょっとね、何か分かんないんですよね。それ以外はまあフルーツと、まあ、これもちょっと分かんないですね。先ほどちょっと紹介させていただいた、こちらですね、映ってるかな。ちょっと白飛んじゃってるかもしれないですけど、こちらですね。じゃあ、こちらをちょっとね、いただきたいと思います。いただきたいと思います。和菓子ですよね、きっとね。では、いただきます。あんこなのは分かるんですけど、ちょっとそれ以上が分からない こう周りについてるの何なんですかね。ちょっと分かんないですね。ゼラチンみたいなもんなのかな。まあ、あんこのね、お菓子っていうことは分かりましたね。すいません、これ以外はね、ちょっと分からないですね でもね、すごい美味しいです。せっかく食べるんだったらですね、皆さんもしこちらいただけたらですね、ぜひね、緑茶入れながらね、いただいてみてほしいなと思います。なんで緑茶入れなかったんだろうっていう感じですよね。あと、こちらですね、ちょっと飛んでるかもしれないです。あ、これだったらいいかな。いただきます。これは八つ橋なのかな、ちょっと違うのかな。でも美味しいです。ちょっと上にかかってるのはこれ何かわかんない、多分映ってないと思うんですけど、今ね、8時ぐらいなんですけども、今ね、ピンポンが鳴りまして、チェックインの時にね、特に説明なかったんですけども、このホテルね、ターンダウンサービスがね、あるみたいですね。
短暖サービスっていうのは、まあ、ベッドってもともとセッティングされてるかっていうか、まあ、なんていうかね、ベッド自体がねセットされた状態で、まあ、なってるわけなんですけども、まあ、こちらね寝れるようにですねやってくれる、もしくはタオルの交換とかもですねやっていただけるっていったサービスなんですけども、まあ、その他ですね水の補充であったりとか、あとコーヒーとかね紅茶とかそういうものも多分ね補充してくれると思うんですけども、私に関してはですね、まあ、特にねまだベッドも何もしてませんし、お水も飲んでないっていった形になりますんで、まあ、私の方はね断らせていただいたんですけども、まあ、そういうサービスもねあるっていった形になりますんで、もしね利用されたい方はですね、短暖サービスねぜひ利用してみていただけたらなというふうに思います。こちらね非常に美味しかったですね。本日の夕飯はねこれで終わりにしようかなっていうふうに思っております。ちょっとね綺麗に食べちゃって、今日のところはですねゆっくり休みたいなというふうに思います。でですね、今日土曜日ということで、おそらくね今日生放送ねすると思いますんで、ちょっとねいや生放送の準備をしつつですね、ちょっとね中庭もですね先ほどねちょっと携帯で撮影しに行ってみたんですけど、ちょっとね携帯のレベルだとですねちょっと綺麗に撮れないので、この撮影しているカメラでですねちょっと挑戦してみてこようかなっていうふうに思っております。それではですね今日のところはこんな感じで失礼したいと思います。それではまた明日です。それはですね、一回閉めたわけなんですけども、こちらのね、カーテンなんですけども、自動でね、開くようになっているということで、実際にね、やってお見せしたいというふうに思います。ちょっとね、私映り込んじゃうかなっていうところなんで、その点はね、ご了承いただければなというふうに思います。ベッドサイドにですね、カーテン開け閉めするボタンがあるっていった形になりますんで、あそこでね、操作して開けるっていった形になります。それではやってみます。オープン。上がってってますね。上がってってます。こんな感じでね、自動で開閉することができるんですよね。ちょっと閉めてみましょう。はい、閉まりました。いやこれは本当にねすごいですね。うん、面白いそれではですね、次は真っ暗の状態からちょっと開けてみましょう。このような感じでカーテンね開閉することができるっていった感じになっております。まあ皆さんね利用されるかなというふうに思うわけなんですけども、真っ暗の状態からね、カーテン開けるとねまた綺麗な中庭の風景がですねガツンと見れますんで、ぜひねやってみていただきたいなというふうに思います。ということなんで、今日のところはですね休みたいというふうに思います。
おはようございます。朝になりました。今ね、朝の7時ぐらいでもうね、日も昇りまして、中庭がねすごい素敵な感じなんですよね。今ちょっと中庭の方に出てきたんですけども、いかがでしょうかね。かなりねこんな感じで綺麗ですよね。すごく気持ちいいですね。今ちょうどね7時過ぎたということで、朝食はね、もういただけるということですので、今回に関してはですね、私はルームサービスでいただきたいというふうに思いますので、ここねちょっと散歩したらですね、客室の方に戻りたいと思います。いやね、もしここで、ね、宿泊された際にはですね、ちょっと早起きしていただいて、ここのね中庭の散歩もですね、ぜひね体験していただきたいというふうに思います。ということなんで、ちょっとねここら辺散歩しつつ、客室の方にね戻りたいというふうに思います。それではね、ルームサービスの方が到着しました。中までねお運びしますという話だったんですけども、ちょっとね申し訳なかったんで、こちらでね、置いていっていただいてもらいました。どうしようかな、今回もあれですかね、机の方にちょっと移動してねいただきたいなというふうに思います。でですね、中の方にあったかいものがね入っているっていった形になっております。それでは移動してねいただきたいと思います。それではね、机の方に運んできました。こんな感じです。こんな感じになってます。いや、かなり豪華ですね。それではね、いただきたいと思います。それですね、朝食いただきました。でですね、朝からねしっかり食べられたいっていう方はですね、ちょっとルームサービスのね食事の量ねかなり抑えめっていう感じになりますんで、ちょっとそこはね覚えておいた方がいいかもしれないですね。もしかしたらですね、レストランの方はまあもしねもうちょっと食べたいみたいな時にですねリクエストしたらねやってくれる可能性ねあるっていった形になりますんで、ご飯の量もですねかなり少ないですっていうことなんで、まあ男性の方であればですね物足りないかもしれないですね。この点はね覚えておくようにしていただいて、利用してみていただけたらなというふうに思います。それですね、朝食の方終わりました。でですね、今朝のね9時ぐらいということで、本日ねレイトチェックアウトが12時までというお話をいただいておりますので、それまでの間ねゆっくりしたいというふうに思います。ちょっとね客室のねお風呂とかにもですねまだ利用してないので、そちらもね利用したいというふうに思います。それではですね、ちょっと仕事しつつゆっくりしたいと思います。それでは11時になりましたので、そろそろねチェックアウトしていきたいというふうに思います。でですね、今回エクスプレスチェックアウトねちょっと聞いてみたんですけども、エクスプレスチェックアウト自体はね利用可能ということなんですけども、鍵だけはですねフロントに返す必要があるっていった形になりますんで、もしね利用される方はこちらね覚えておいていただけたらなというふうに思います。でですね、今回のマリオットボンボイのねプラチナステータス特典としては、客室のアップグレードと朝食ですね、こちらが利用できて、レイトチェックアウトに関しては12時まで利用可能ということでございました。本日はですね、11月の3連休、今日2日目なんですけども、宿泊してた日はですね、初日っていう風になりますし、まあこの点はね、しょうがないかなという風に思います。でですね、こちらのホテルではですね、アートツアーであったり、呼吸法の講座だったりですね、
またですね、抹茶が楽しめるね、ツアーって言えばいいのか、ちょっとね、言い方難しいんですけども、フロントの横のラウンジっていう場所でですね、利用できるっていった形になりますんで、興味がある方はですね、ぜひね、利用してみていただけたらなというふうに思います。こちらね、すべて無料っていうふうになっておりますんで、私に関してはですね、ちょっとね、聞いてみたんですけども、まあ、やはりね、連休中ということですんで、もう今日予約自体はね、いっぱいだったっていうことで、ちょっとね、利用することはできなかったんですけども、もしね、このホテル利用される際はですね、ぜひね、利用してみていただきたいなというふうに思います。でですね、私がそうだったんですけども、こちらね、チェックインの時にね、特に案内なかったんですよね。ですので、まあ、この情報はね、頭入れといていただいて、こちらね、予約いっぱいになるとね、利用できないっていった形になりますんで、この点はね、覚えておくようにしてください。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。今ね、ちょっと一回閉めたんですけども、ホテルの感想言ってなかったなと思いまして、このホテルね、本当に良かったですね。このね、中庭がね、本当に綺麗ですので、もし利用される方はですね、ぜひね、ガーデンビューね、リクエストしていただきたいなというふうに思います。ちょっとね、今ね、飛んじゃってるかもしれないんですけども。でですね、今回私の部屋は、プレミアムガーデンビュールームということで、アップグレードね、いただいたわけなんですけども、やっぱりね、この景色がね、見れるのとてもいいですよね。ちょっとね、朝もね、こっちにね、ソファーがあるわけなんですけども、ちょっとここに座りながらね、朝焼け楽しんだりもね、させていただきましたし、また夜にはですね、ライトアップもね、楽しむことができましたんで、かなりね、おすすめっていう風になっております。またね、サーマルスプリングススパっていうね、水着で入るね、温泉があるわけなんですけども、そこもね、とても良かったですので、かなりね、滞在楽しめるのではないのかなって個人的には思います。ということで今回の滞在ね、とても大満足っていった形になりました。ぜひね、参考にしていただければなというふうに思います。それではですね、今回の動画はこんな感じでね、終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。